コマオよ。ヘブンバーズレディオ。ヘブンバーズレッド第31A 舞台、朝倉可憐役芹沢優です。はい、同じく第31A 舞台国見玉役古賀葵です。わーい。ライトフライヤースタジオとキーが送るドラマチック RPG ヘブンバーンズレッドを盛り上げるラジオ番組、今週もスタートしました。スタートした、はい、さて、はい、ヘブバンでは現在、うん、夏だ水着だトロピカル祭りだが開催中ですが、もう一つ開催中なのが、うわ、夏だ誕生日だ古賀葵生誕祭だ、ということで、ありがとう。あー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 えー、ということで、すごい、すごい、うわー、うわー、個性強ない？ちょっと待って、ちょっと待って、すごい。ですね、8月24日、はい、くがちゃん、はい、お誕生日、誕生日です。ありがとうございます。もうちょっと過ぎちゃったんですけど、はい、ということで。なんかこれなんか、これはこれは団子、団子よもぎの団子が、これは何、すごい、いや、これすごい、すごい、すごい、これは何を、あの、あ、わー、お玉のお玉さんがいっぱいはー、すごい、お玉さんが、お団子いっぱいいました。すごい、初めて見た、こんな誕生日ケーキ、ありがとうございます。ラジオすごいやってますけど、うん、一番インパクトあるケーキが人生史上すごい、最初はあのナービーかと思ったんですけど、色がナービーじゃん。わー、すごい、そういうことか。今日もね、おっきいお団子が2つ、はい、ついてますけど、いただきました。いや、ちょっとそうですね、じゃあもう定番なんですけど、はい、どんな1年にしたいですか？そうですね、まあ、まずやはり健康第一、間違いない。はい、そしてなんとですね、20代ラストイヤーに入りまして、わー、そうなんです。なのでこの20代をですね、20代ラストの人なの、この人。20代をハッピーだな、うん、もうあのなんだ、余すことなく使えて、うん、ちょっとやり残すことがないようにしたい1年にしたいですし、とりあえずあるの、やり残してるなって思うこと。そうですよね、免許はまだ取れてないので。まずはその免許を、なるほどね、取りまして、まあ、30代に向けての、うん、あの良きレディーになれる修行の年にしていきたいなと。いや、もう十分良きレディーですけどね。いや、もうね、本当に、じゃあもう番組からの経験もあって、はい、後で食べれば、後で食べれる、後で、ありがとうございます。おめでとう、ごかちゃん、ありがとうございます。やったー、めでたいわ、嬉しい。美味しいよね、お団子って。美味しい、こんな、でもすごい和と洋の。だってケーキ絶対別ケーキですもんね。別ケーキ。でも今本当中はストロベリーソースとか出てくるかもしれないから。すごいコラボレーション、うん、ありがたい。いや、おめでとう、ありがとうございます。ヘブバンも盛り上げていきます、頑張ります。はい、はい、ということで、はい、それでは始めていきましょう。ヘブバンレディオ作戦開始。何をつかみ取れと言う、この番組は最上の切なさをヘブンバーンズレッドの提供でお送りします。芹沢優と古賀葵のヘブンバーンズレディオ。改めまして、ヘブンバーンズレッド朝倉可憐役芹沢優です。国見玉役古賀葵です。うわわ、はい、ではリスナーさんからいただいたね、メール読んでいきましょう。ほい、よいしょよいしょ。こちら、公園さん、ありがとうございます。あ、すごい、隊員名って書いてある。隊員名いいですね、嬉しい。ガオちゃん、ゆうちゃん、こんばんは。こんばんは。ローソンコラボの AR アートパネル、イラストも綺麗で、おたまさんやカレリンの可愛らしいボイスが聞けるのも最高なのですが、うん、AR カメラとしておたまさんとの写真が撮れるのが大変良き。すごい。最近東北の稚内へドライブする機会がありましたので、日本海とオホーツク海を望む、うんうん、
宗谷岬で撮ったおたまさんの写真をお送りします。水の澄んだ夏の海は綺麗でしたが、おたまさんには苦い思い出立ちなのかもしれません。確かに。そっか、ついでに寄った日本最北端のラーメン屋さんの、ホタテまみれラーメンも大変美味しゅうございました。食べないなって今の。これ写真ついててね、可愛いよ。これがまず多分うわオホーツク海、オホーツク海も見える。思い出の地見えるかな。今おたまさんがいい感じに、すごい、こんなちっちゃくもできるんです ね。そう、サイズもすごいうまく使ってて、すごい。ホタテまみれの方は大きく、おたまさんがこちら、美味しそう、で紹介してます。やばい、食べたい。これめっちゃ美味しそうだね。美味しそう。300円だよ。300円。え、ホタテまみれラーメンね、ごめん、3000円。ゆう、今これ300円かと思ったけど、そんなわけなかったわ。3000円の価値があります。そうです、素晴らしい、本当にごめんなさい。でもこんだけをいっぱい入ってたら3000円するわな。すごい。いや、これはね、ありがとうございます。ありがとうございます。いい、とてもいい楽しみ方で、まだ行けてないの、ローソンから。まだやってるよね。終わってる、もう終わってる。え、でもなんかね、時空の左があるからさ。あるから、あるから、私は行けるかもしれない。行けるかもしれない、うん、行きましたよ。行った。でもあの、なんか最初行ったところは、うん、あの全然見つけられなくて、うん、でもあっと思った時には、あのボイスパネルのやつあるじゃないですか、うんうん、あれが1枚だけしか残ってなくて、グッズも何もなかったんですよ。そうなんだ。ってなって、じゃあもうこれはもう恐ろしいってなったんですけど、あのダメ元でなんか帰りに1回寄ってみたところがあって、うん、そこはあって、でしかもあの、なんだ、そのなんだ、なんて言うんですっけ、展示展示じゃなくて、あの置いてあるところがすごく、あのなんだろう、カモフラージュされてるような感じに置かれてあって、うん、だからなんか、あのパネルのやつ、ボイスパネルのやつは、うん、結構見やすいところにあったからもうなかったんですけど、うんうん、そのグッズのやつは多分みんな見つけられなかったみたいで、なんかどういう、だってレジ、そのもう諦めてなんか買って帰ろうとしてる時に見つけ て全部買って全部買ってすごい。でももう、じゃあ小賀ちゃんを待ってたんだよそこで、ひっそり。いや嬉しい、本当に買い占めてくれるの。そうだった。いや、そう、限定店舗っていうことを私が最近したせいで、うん、そう、でも書いてあった、やってる店舗。はだからそこに行くわ。頑張りましょう。頑張ります。まだ間に合う。私は間に合う。皆さんはちょっともう間に合わない。もう思いを馳せてください。そうですね。よし、じゃあ次。はい。タイン名、ピクモンさん。ピクモンさん。ありがとう。セリザーさん、小林さん、こんばんは。先日ヘブ版に待望の水着キャラが実装されました。僕の三大推しキャラの一人であるスカサッチが新スタイルで登場ということで、実装が決まってからというものの、アイコンや壁紙、天海さんに願掛けなどあらゆる手段で祈願をしました。そんな願いが通じたのか、スカサッチを無事に当てることができました。おめでとう。早速使って癒されてます。すごい。でもツイッターでも、あの天海ちゃんが、うん、今から引きに行きますおっすみたいなやつツイートしてて、結果引けてた。引けてました。さすがだね。引けてました。あんだけ貯めてもうモチベすごかったもんね。すごかった、ね、絶対に引くぞという気持ち、気合が感じられました。でも可愛い、願掛けってこういうことができるんだなって初めて知った。待ち受けにしたりね。あ、確かに確かに。愛を注ぐことで、うんうん、愛が足りないのかな、カレンちゃん。え、どうですか、水着。うわ、水着全く。あ、来たわ。なんと、あの本日回しまして、うん、そしたら、うん、つかさちゃん来なかったけど、すももちゃんが来た。うわ、十分じゃん。嬉しい、いいじゃん。あと浴衣ゆきさんも来た。うわーすごい、そう、嬉しい。すごい。いや、なんか私、はい、そピックアップ回してんのに、うん、ノーマルゆきとか、 あるーノーマルの SS が、なんかあとね、なんだっけ、あっ、くらさんの SS とか、うん、別にあのピックアップされてない子がでも、うんうん、ね、来てくれて。ありますよね、うん、まあでもユキは持ってて強くしてたから、うんうん、あの1個ね限界突破できるんでありがたいんですけど、うん、やっぱ水着欲しいよ。欲しい、水着欲しい。あれは可愛い。はあ、でもまあまだチャンスはあると信じて頑張ります。うん、うん、はい、よいしょ、こんなこんなですかね、はい、そうですね、はい、ではでは、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では1曲お届けしましょう。現在各種サイトでダウンロード販売中、ヘブンバーンズレッドより She is Legend でダンスダンスダンス。
小川葵のヘブンバーンズレディオ。続いては夏限定のこちらのコーナー、夏だ遠くだトロピカル祭りだ。ヘブバンで開催中のイベント、夏だ水着だトロピカル祭りだにちなんでお届けする今回だけのコーナー、イベント本編のストーリーの中でも、ルカ、ツカサ、スモモの水着キャラが3人横並びになると、はい、よっトロピカルだねと、31A の、ね、メンバーが掛け声を言わなければなりません、はい、やった人はピンとくるんですけど、やってないとんって感じだと思うんですが確かに、まあぜひやってください、はい、はい、これ楽しかったよね収録、うん、面白かったです、何度も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 よっとトロピカルだを言いまくりましたけどってことでこのコーナーでは今から出される夏をテーマにした、はい、トロピカルなお題のエピソードを2人で合計3つ紹介します。3つよ、はい、で最後の3つ目が出たら2人で、はい、よっトロピカルだね言っていきます、はあ、謎、これを聞いてもやっぱまだ謎なんですけど謎なのよ、謎だ。まあでも私たちはちょっと詳しく説明を聞いたので、はい、もうこれは皆さん見ていただく、そうですね一番早い、もうこれ以上の説明は特にないです、はい、はい、なんでじゃあもう早速トロピカルのねお題を、よし、お題のエピソードトークだもんね、やっていきましょう。じゃあ早速やっていきましょう、はい、まず最初のトロピカルなお題はこちら、夏に食べたいもの。おあるでしょ、まあね、いっぱいありますね。じゃあ最初の2つはもうね、これどっちが先とか何も決まってないから、はい、最初のエピソード、食べたものでもいいんですか。食べたでもいいよ。あ、最近、うん、桃を食べました。いや、ないの、生も生のね、生のちゃんと剥くやつ、自分で剥いたの、はい、剥きました。桃ってさ、剥くのむずくない？むずい。なんかアボカドみたいにして、なんかあの結構うまく、はい、なんかギョイーンってやってボリッてやって綺麗に切る人だ、割と切ました。 あ、はい、そうなんだ。桃ね、美味しいよね。美味しい、美味しい、桃最高ですね。最高に美味しかったです。なんか久し、本当にもう何年ぶりかに、うん、あの缶詰じゃない桃を食べて。本当、はい、なんか意外といつも食べてるからあんまり。あ、本当ですか。そう、あ、もちろんシーズンで売ってない時はあれだけど、はいはい、缶詰の桃はあのゼリーに入ってる桃とかしか最近食べてなかったから、ちょっと手間かかるしね。はい、もうなんか久しぶり食べてもこんなにみずみずしかったのかと思って桃にちゃんと超美味しかった。じゃあ、はい、あ、じゃあ、はい、私は食べたいでいきましょう。はい、私バーベキューがしたい。あー、いいな。夏バーベキューなんて、はい、もうやってなさすぎて、うん、でもなんかこの前実家が、私すごい5人兄弟で、あのメイトイが11人いるっていう、すごいもう、ね、大所帯なんですようちの家うちの家系大所帯で、私以外もうみんな既婚者なの でバシバシ産むのでもう大所帯なのうちの一家って。その大所帯があの実家に一堂に返して、はい、だからバーベキューをやってたんですよ。超楽しいですね。でしかもその画像をバシバシ家族ラインに送りつけてきてなんか一人で仕事中に何なんだと思いながら見てて、それもあったので、うんうん、なんか省かれて一人なんか私もバーベキューしたい、肉を焼きたい。いいっすね。いいよね。いいな。3つ目、マンゴー。よっ、トロピカルだね。これすごいな。すごい好みですこれ唐突なマンゴー。マンゴー、もう食べたい食べたいとにかく食べたい。あ、有形のフルーツが今食べたいんだ、ね、食べても南国の食べ物がとにかく食べたい。フルーツはいつ食べたって美味しい。美味しい。そうだ、よし、こんな感じでございます。はい、腹減ってきましたけど次はまたお題変わりますね。はい、はい、続いては夏に一度はやってみたいこと。おわー、やってみたいね。これ結構先あるわ。お、あの最近まあ、今は世の中でやっぱりこのなんていうんですか、リアリティショー系の番組ね流行ってるじゃないですか。
あの一人の一人の女性をね男性が取り合ってみたいな、うん、はい、見やろってみたいなやつ私も最近見てて、うん、そこでなんか池湖みたいなのに結構な高さから飛び込んでなんか男力を見せるみたいな私結構そういうあの度胸試し的なやつ好きだから、うんうんうん、そのな結構な高さから飛び込むみたいなやつは、うん、結構やりたいですね。楽しそう。夏の楽しみ、やってみたいです。ぜひ。よしよし。あとやってみたいこと、やってみたいこと、そうだな、夏ですよね、うん、夏、うん、あ、これは私あの夏っていうか花火作ってみたい。え、手作り手作り、はい、どっち、この規模、この規模、あ、もうこの規模この規模作ってみたい。多分そのいろんな免許とかがいるから多分その道のりは長いんですけど、うん、でも作ってみたい。なんかテレビとかで、うん、あのその花火職人さんの映像とかを見たことがあるんですけど、うん、めっちゃかっこよくて、なんかその玉をどこに置くかとか、あ、その玉の中が玉なんだよね。そうなんですよ。玉の中に玉がいっぱい入ってるからこの玉の配置によってやっぱ形とかがやっぱ全然違ってくるとか、うん、そのなんかハートとか星とか作る時もなんかこうなんか難しいみたいな、うん、絶妙な配置をしなきゃいけないみたいなのがめっちゃかっこいい。やりたい。やりたい。影響されたんだね。そうか、花火、まあ確かにね、かっこいいわ、はい、作ってみたい。花火職人子が楽しみにしてます。やりたい。あとやめたやめたやめた全身日焼け、わよトロピカルだね。全身日焼け、全身日焼け、いやいや、びっくりしました。この絶対に出てこない言葉だと思ってました。いや、ね、時々思うんだけどさ、はい、もう日焼け止め塗って日傘さしてて、うん、シンプルにめんどくさいじゃん。確かに。でもやっぱ仕事的にさ、うん、なんかどんどん黒くなるわけにはちょっといかないなと思うから急に真っ赤っかになってきちゃう。気をつけるけどこの仕事やめたら一回くらい小麦色乙女になって、うん、ガングロセリコ、ガングロセリコもうね、もう気にせず海とかでさ、うんうん、もうてかもうこういうビキニ雇いたいな。まあサンオイルテリ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 してみたいですね。はい、うわー、うわー、きた。確かにそれいいですね。夏だ、夏らしいでしょ、うん、うん、いいですね。じゃあこれ最後かな。はい、では最後続いてこちらは夏のちょっと怖いエピソード。あー、やめてよ。まあね、夏のちょっと怖いエピソード、なんだろうな、なんか、なんか夏かはわからないけど、あの実家に猫ちゃんを飼って猫ちゃんと暮らしておりましたが、猫ちゃんだね。あのたまにですね、こうなんか誰もいない暗いところをじって見てることがあって、呼んでもこっち向かずに夢中でずっと見てるんですよ。怖いよね、怖い怖い怖いんだよね。ほんでなんか泳ぐんですよ、たまにこう。おっと、追ってるんです。何かが、うん、なんかあれ何なんですかね、猫って何か見えてんのかな、見えてっていう怖さ。やめてっていつも思うんですけど、ね、結構怖い、ね、え、でもセリザーさん、そう、家自分家で飼ってるんだけど、はい、二人して同じとこ見てたりすんのよ。あ、二匹がね、こうやっぱりいるな。おいおいと思うんですけど、あれちょっと本当にもうやめてくれって思う。やめてくれって、確かに、はい、怖い。いや、これあのいつぞやの、いつぞやのサマーエピソードなんですけど、なんか友達同士と行って海に、でプー、海のトイレってなんか仮設の仮設トイレじゃないですか。で、なんかそのトイレに普通に友達が行ったんです。はい。したらバカって開けられてて、以上です。怖い。やっぱ鍵の締まりが、ね、悪い。悪いよね。
まり悪いねしんどいじゃん。しかも仮設トイレって多分和式がほとんどじゃないですか。もうあんまり考えないで、やめて、想像しないであげて、やだ怖い、あ恐ろしい、あ恐ろしい、恐ろしい。夏か、そうだな、怖い、うん、あの手袋に卵よっトロピカルだね。これはもうちょっと一番怖い、今一番怖いことが起きてる。これはもう待って、まだ私が幼い頃の思い出なんですけど、夏、うちや実家お庭が少々あるんですけれども、うんはい、夏になるとこももさっとやっぱ生えてくるわけですよ。で、お父さんと一緒にあの草刈りやるぞーってやってたんですけど、うんうん、じゃあちょっとその庭のこっち側に、うん、こっち側納屋があるんですけど、うん、でそこから手袋取ってこいって、うん、はーいって取ってきて、うん、二人分手袋取って自分のサンってつけたらなんか指先にあれなんだってなってあれなんかあるってベリってブリンってしたんです。反対側にしたらこれくらいの茶色い卵がいまして、きっとこれはやつの卵ではないと。もう戦慄そうってな、戦慄ということがありました。それはやばい、一番怖かった。冷えた冷えた。ということで皆さんも素敵な夏をお過ごしください。ヘブンバーズレッドからのお知らせです。ヘブバン初の水着イベント、夏だ水着だトロピカル祭りだが開催中。かやもりるかの水着 S スタイルが交換所でゲットできます、うん、開催は8月31日までです。はい、そして新登場、東條司、水瀬すももの水着 SS スタイルがピックアップされたハーフアニバーサリーガチャ2は9月7日まで開催中、うん、ハーフアニバーサリーを記念して8月31日までにログインすると3000クオーツのプレゼントもありますよ。すごい。またセールスランキング1位を獲得した、いやーすごい、感謝の気持ちを込めまして3000クオーツをプレゼントします。配布期間は8月31日の3時59分までとなっておりますので、お早めにギフトボックスからお受け取りください、うん、そして8月22日からメインストーリークリア報酬が新たに追加、第4章デイ2までクリアで合計4000クオーツをゲットできます、うん、なんて太っ腹なんだ。すごい。さらにヘブ版とアトレ秋葉原のコラボが開催中、有限さん書き下ろしのイラストや店内放送、うん、スペシャルグッズの発売も、うん、8月31日までの開催となりますのでお見逃しなく。以上ヘブンバーンズレッドからのお知らせでした。芹沢優と小川葵のヘブンバーンズレディオ、ヘブンバーンズレディオエンディングの時間です。マリアクさんでしょね、うん、今日はすごかったのバースデーのめでたい気持ちかな、うん、手袋に卵っていうパワーワードまで出てきて、恐ろしすぎる、すごいって表でしたね。いやすごい楽しかったですね。よかった、夏感じられましたね。めちゃめちゃ感じましたね。ねねえみんな感じるね。でもとりあえず水着のガチャ引きたいですね。引きたい。もう私も水着。でも司がやっぱり欲しいな。欲しい。司さん欲しい。動きがすごいよね、あの足が。足っていう。とんでもない開脚をしてくれる。そう。あれ技クリアすたびに出してくれるんですか。動く。あ動く。うわー欲しい。見たいじゃん。見たいじゃん。俺のフィールドで見せたい。見たいじゃん。
頑張りましょうみんなガチャ。はい、はい、ということで番組では皆さんからのメッセージお待ちしております、うん、メールはこちら hbr@joqr.net hbr@joqr.net です、はい、番組公式ツイッターもありますのでフォローお願いいたします、うん、感想はハッシュタグヘブバンレディオでぜひツイートしてください。時々見てますよハッシュタグヘブバンレディオ、うん、皆さんなんか楽しんでください。ありがとうございます。そしておめでとう今日はありがとうございます。うれしい。素敵なラストティーン、ラストトゥエンティー、楽しんで来てください。はい、ということでここまでのお相手はヘブンバーンズレッド朝倉かりん役の芹沢優と国見智役の古賀葵でした。バイバーイ。この番組は最上の切なさをヘブンバーンズレッドの提供でお送りしました。数値に時が流れるのって早いですね。いや、だってもう来年30、はい、もう信じられない。もう5、6で止まってるんです、メンタルがね、はい、なんかもうなんかそれ以降が、うん、もうなんか誕生日迎えてもあれ私何歳だっけってなんでこれしっくりきてないんだよね、年齢とテンションがいつしっくりくるのかなってしっくりくるってあるのかな。そのままで、さあさあみんなありのままの子が好きだありのままで頑張ります。よろしく。